方、EL 準々決勝の組み合わせが決定。決勝でリバプール×レバークーゼンの激アツ展開に。ベンチカは今季ずっと低調なのでマルセイユどんなもんなのかな。ミランローマの山最悪じゃん。リバポとミラン別の山に行ったからイスタプール再び見れるかな。リバプールにレバークーゼンとミランどっちともやって欲しかったから若干もったいないけど、CL に比べれば概ね満足な抽選。普通にやればリバプールの決勝は硬いな。決勝でリバポ×レバークーゼンみたい。ウェストハムはかなり強いからレバークーゼンでも難しいと思う。特にプレミア的な強度のチームとは相性が悪そう。決勝リバプール×レバークーゼンでも、リバプール×ミランでもどっちも面白い。ハム強いぞ。普通レバークーゼンボコる可能性もある。リバプールが決勝行く確率かなり高い組み合わせだな。もう一つの山は読めないが、ミランはディフェンス不安定なので難しい気がする。アタランタは難敵だけど戦術的な相性は悪くない。どこのチームも油断できないけど、レバークーゼンやミランのブロックでなくてよかった。レバークーゼン強いけど、ウェストハムも侮れないから面白い対決になったな。勝ち上がること前提だけど、久しぶりに決勝でミランもエモいしアロンソ対クロップも良いしワクワクするわ。リバプール対レバークーゼンの決勝になる可能性あるのか。ただ個人的にはリバプール対ミランの決勝みたいな。アロンソとクロップは決勝まで当たることはないのか。どちらも決勝まで上がってこれるか。